佐世保市がブランド化を認定している九十九島岩牡蠣を生産しております。いろんな人にですね、九十九島で育った岩牡蠣は美味しかったよと口伝えに言ってもらえるように頑張っていきたいと思います。佐世保市政だよりキラーと佐世保。皆さんこんにちは、佐世保町の友永です。レポーターの諸岡直子です。今回は生産者と飲食店が作る一品、佐世保のブランド化産品を食べようについてお送りします。市長、今回は市内の飲食店にやってきました。うわー、美味しそうな料理が並んでいますが、市のお仕事と何か関係があるんですか？はい、本市では特産品作りに取り組む生産者を支援する佐世保市農水産物産地化ブランド化推進事業を進めています。これはその産品を使った料理なんです。現在は九十九島トラフグ、九十九島岩牡蠣、西海瀬つき恵み味、赤松貝、ジャンボニンニク、オリーブの6品目を産地化ブランド化産品に認定しています。いや、私もまだ食べたことないものがありますね。佐世保ブランドを育てるためには、まず市民の皆さんに食べてもらって好きになっていただくことが大事です。そこで市内の飲食店に協力をしていただき、ブランド化産品を使った特別メニューの開発に協力してもらっています。それでは本市がこのブランド化事業を委託している近藤さんに話を聞いてみましょう。こんにちは。こんにちは。近藤さんはこの事業でどのような取り組みをなさってるんですか？産地へ出向き、生産者の皆さんを取材しています。また市内の飲食店にブランド化産品を紹介してメニューの開発をお願いしています。集めた情報、そしてこういうメニューに関してはホームページでご紹介をしていますので、ぜひご覧ください。でこのお店ではマテ貝とジャンボニンニクを使ったメニューを用意していただきました。どうぞ召し上がってみてください。ジャンボニンニク、香りは控えめだけど味は素晴らしく美味しい。マテ貝がすごい食べ応えあって、噛めば噛むほど味が出ますね。美味しい。こののぼりがあるお店でオリジナルメニューを提供しています。佐世保市ではブランド化産品を使ったメニューを開発していただける飲食店50店舗を目指して募集を行っています。応募方法など詳しくは産業振興課にお尋ねください。ブランド化産品がもっと広がれば、生産者や飲食店の活性化にもつながりますね。はい、新しい佐世保の食の魅力、観光資源としても活用できます。本市では生産者や飲食店の皆さんと一体となってブランド化産品の認知度向上に取り組んでいきます。皆さんもぜひお店で食べてみてください。佐世保のキラッとさん、里村牧場の里村隆さんです。教育ファームという活動を行っていまして、母親牛が命を懸けて搾って出してくれる牛乳をありがたくいただくことを感じてほしいと思っています。怖がってる子どもとかがですね、もう子牛触ったり乳搾りとかできて、最初うわーってこうやってるけど、ニコニコしてね、もう一回って言ってくるととても良かったなと思います。今回のキラッと佐世保はいかがでしたか？番組の感想を送っていただいた方の中から抽選でブランド化産品提供店の食事券2000円分を3名様に差し上げます。必要事項と番組へのご感想をはがきか E メールに書いて、ご覧の宛先までご応募ください。お待ちしています。